されてない。スミスジェットやね。スミスジェットだ。ジェットやね。ジェットだ。いやでもホウセイ君を今キルジョーにしとくのはあのガチである。なるほど。なんでかってあのワンチャンチェンバーとかになった時にマジでロールチェンジしやすい。チェンバー多分どうせまたちょっと修正されて帰ってくるやん多分。まあいろいろ試した上で、うん、やっぱお前ジェットがいいわ。森さんどっち勝つ予想ですか。まあ、無難にからレンドで T1 が勝ちそうなんだけど、俺は期待値も込めてペーパーレックスで。なんでスミスだけペーパーレックスついてるの。馴染みないからじゃね。かなり削られてる中ですが、スミスのファーストブラッド、世界大会初ファーストブラッド。B ロングの情報、そしてペーパーレックスは柱裏に残してローテートしていくペーパーレックス。いやこれホットハンドが入ってきてる中、ジンが進行していく。手前スミス、ジンのキルが続く。ジェタがダブルキル返しました。ただホールからジン、珍しく残ったイントロ。なんか画像が乱れてる。動画かホール胴体当てで削ってはいるもののイントロワンピック返しました。もう一人、おやワンマイワンあるのか。いやでもダバイさんだからな、ラスト残っていたダバイ、そう、ロイシピホップ入ってましたね。ワンブイワンのクラッチダバイさん残ったら基本ダバイさんが勝つからな。ダバイさん負けないんだよね。 B ロングの 4v3 人数よりは T1。 さあこれハイタイドを入れていきました。ホールからの取り返し、手前に入っているフォーセイ君、コーブラカ近距離の打ち合いを制していきました。もう一度スパイクを触っていく。グラビティブルで一度解除を止めていきます。コーブラカを倒してる。さらにマインドフリークのカバーが間に合いました。マインドフリークさんなんでそこいるの。勝ち、時間がないですね。横取った、それ武器拾って早く逃げないとあなた飛びますよ。飛びますよ。3対0、ね、大きくリードを握りました。切ったやん今俺。今も開幕切れんなよ。切れてない。それは日本では通用してるけど向こうでは通用しないのか、それともなんかそもそもなんか自分の名前を売るためのきっかけが必要だったのか。スミスらしさが出たか。マインドフリークも続いている。ただスポン側からマッチ、スイスパフォーマンス良くね。いや無理しないですね。おや、あ、はい、ナイキルです。なるほど。その位置に対してサヤプレイヤーがやってくる。一瞬で当てますね。ファーストブラッド。サヤプレイヤーマジでオペレーターうまいよな。でも上の部分もあったんですけども、忖度抜きでマジでうまいよな。裏取りのゼタ前から取り返し、まずは一人イントロ、後からのカーブボール、こうなると。そして裏取りのゼタ、これアートに来ますよ。これ取ったんじゃない？っていうわ。残ってるのはジン、ホウセイ君、解除に対してコーブ、二人抜いてる。手前、怪しい怪しい怪しい。もう一人、ホウビーも。エース取り切った。え、ああ、全部フォーセイ君で切るんだね。逃げろ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 。おい、これ全部フォーサケンなの。俺ジンかと思ったわ。人数差を生かしてそのまま行こうというところだったんですけど、ペーパーレックスのこの正面の打ち合いの強さ。これ全部フォーサケンだったんだ。残り HP8 でしたけれども、味方のカバーに飛び出して、はい、なんか本当に先週と同じチームかい。なぜ彼らを笑うんだい。フォーセイ君選手の動き、彼らはあんな構成でも強いじゃないか。めちゃくちゃチームじゃない。まあそうなんよね。でもめちゃくちゃチームでね、世界2位まで行ったんだよね。そうですね、そういった感覚が正しいですけれども、それを聞くとね、なんか別にめちゃくちゃチームでもいいんじゃないかっていう、まあ、理論よりなんか怖くなりました。家増やしたら強くなるのが。今回このロックダウンに対してチームで上手いやつは全員大体ジェット使ってるよ、チームでもともと。そうですね、早めに寄ってきていますね。でもそういうやつは別に他のキャラ練習させて使わせても上手いから。これはこのエリが引いた。ジェット使いを集める、俺がよくやってるあの理論は実際全然間違ってない。手前マインドフリークのカバー、マインドフリークのカバー。なんだそれは。スミスなんか目いいな。おじさんにはきついわ。スミス目いいんだろ。そういうのも含めてスミスを試してると思うけどね今。柱前ファーストブラッドスミス、しかもカバー取らせない。テールウィンド、まあでも今のはさすがにスミスのが有利だったか。奥位置的にはガイニングライトで超えてきた。カルペがダバイを倒す。いやこれ怪しいな。トキシックスクリーンで遅延できる分 T1 の方が先にポジショニングすごそうですね。ダバイさんが生きてんだったらやっぱ安心して見れるけど、サイトホールまで入りきれました。これダバイさんいないんだったらちょっとワンチャンあると思う。クロスが組めている。
ゆっくりと入っていく中、このイントロのアングル陣気づいている。なんでや。ワンブイスリー。残ってるのはマンチキン。位置暴れている。グーファーキンシッドボーイ。効いてますね。効いてますね。グッドファーキンシッドボーイだって。プレイズ。アップドラフト。スクリーン上に乗りました。ファーストブラッドはフォーセイク。できましたね。ただホール早い取り返しのゼタ。すでに入ってきています。一生 B ラッシュしてるのにね。そのままの一生 B ラッシュが一生育ってる。もう一人、もう一回か、もう一回だ。二度目のエース。止まらない。なんかさ、スミスが目立っててさ、ちょっと隠れてるんだけどさ、フォーセイクの戦地のパフォーマンスが今のところめちゃくちゃいいな。サイト中もポジション変わった細かい製造能力っていうのもがめちゃくちゃパフォーマンスいいね、実は。予想できました。あのね、行こうと思ったんですよ。なんて表現したらいいんだ、なんて戦いたらいいかな、これ。来た。あれでしょ、ペーパーレックスがランクマッチで味方に選ばれると嫌な構成で、で、T1 がすげえなんかランクマッチでもうなんか構成が整ってるタイプね。出ていますね。だけどなんか蓋を開けてみるとなんか意味わかんない構成の方がめっちゃ勝っちゃうみたいな。ここは、いやー、エリア取りに来た。2人持っていく。来た。これあれや、世界大会と一緒で、あの基本マルチキルや。このホールのスミス耐えれるか。基本マルチキルの現象来てる、これ捉えました。ただ後ろからイントロ、お強い。イントロ2キル目。でもダバイさん呼ぶから。ただ残り時間は20秒。あれ設置ができていないが、見てないの今の。ゼッタのこの位置、これダバイのこと見てないの。行くしかないですよ。え、嘘でしょ。中に入ってった、肩が見えてる。飛び込んでいった。おお、やっぱダバイさんや。カバーも間に合いました。やっぱダバイさんや。いや、見てる分には面白いけどさ、ペーパーレックスとしてもそれが分かっているのか、ある程度の情報は取るんですけれども、詰め切らないという動きをいただけないんだよな。この相手の T1 の夫人に付き合わないというのが、 T1 としては嫌ですよね。本来であればこうエリアを抑える力っていうのが強くはないので、なんかチームシークレットも強いのにさ、最近ファーストブラッドマンチキンだったんですが、マジでいただけねえんだよ。ペーパーレックス、そして前に押していく T1。 前に当たる判断、無理とは言ってない。カルペがワンピック、しかしフォーセイクのカバーです。手前ではライトバック返されたところ、返ってくるところ、しかしフォーセイクの3キル目。ただチャンスは作りましたね。 1V2、 ただ残っているのがフォーセイクとスミス。いやでもなんかマンチだったら勝てそうじゃねえの。このロックダウンは絶望的だ。マンチキン降りていくところはスミスが見ていた。スミスこれから伸びそう。また今までも強いけど伸びそう、これから。